主成分のチオリュー酸ナトリウムの結晶。定着液は写真、映画の現像工程においてフィルムやンガシなどの観光材料に対して使用する薬品あるいは薬品の混合液である。チオリュー酸ナトリウムの20から25%水溶液を主体とする。定着液は一般に白黒フィルムコダクローム、クロモジェニックフィルムを含めたすべてのフィルム現像に 用いられる。画像を形成する以外のハロゲン化銀を除去し、画像を安定させることが目的の作業に用いる液体である。定着液は画像を安定化する。すなわち、フィルムや因果紙に残留した未完光のハロゲン化銀を除去し、画像を形成する還元された金属銀を残して、光によってそれ以上の変化が起きないようにする。定着を行わなければ、 残留したハロゲン化銀がすぐに黒ずみ、画像の曇りを引き起こす。定着液の取材として、一般的なものは、チオリュ酸ナトリウムあるいは、チオリュ酸アンモニウムであり、後者を用いたものは、処理時間が短くて済むため、迅速定着液と呼ばれる。一般には、チオリュ酸ナトリウムを基本に、現像液の混入に対する、干渉剤としてのアリューサ酸ナトリウムや酢酸。 フィルム表面のゼラチン膜を硬化させて、防潤なんかを防ぐためのカリウム明板やウ酸を加えた酸性鉱膜定着液が用いられる。チオリュー酸アンモニウムを用いたコダックのラピットフィクサー、富士フィルムのスーパー富士フィックスエルはいずれも迅速酸性鉱膜定着液と称している。クロモジェニックフィルムでは色素だけを残すため、 未観光の銀と画像を形成する銀の両方とも、漂白定着液と呼ばれる薬品で除去する。漂白定着液には、チオリュー酸アンモニウムと、強力なキレー素材である FE3 エドタトが、含まれている。定着の後には、推薦を行うことで、画像劣化の原因となる反応済みの薬品を、フィルム表面の乳剤から除去する。撹拌する。定着液の排出。 これは、アグファロンリナックス 35U というタンク。以下は、手現像における標準的な手法である。現像タンクに定着液を注ぐ。各半から使用するタンクの形状にもよるが、ピーターソンなどの蓋で密閉ができるタイプの場合は、上下に180度倒立させて戻す方法で行う。本体に液の排出口があり、蓋をしていても倒立させるとそこから液が流れ出る。 タイプの場合、昔のタンクに多い、翼パテント C 型などは、拡張軸を左右に90度ずつ動かす方法で、行う。当初3秒に1回のリズムで30から60秒間連続拡張、定着村を防ぐ、その後は1分あたり10秒、アグファロンディナックスや、そのコピーである GRC、ベスターボックスなどの、いわゆる、デイライトボックスを使用して現像したときは、 現像の時同様に定着中も常にダイヤルを回してリールを回転させる必要がある。一定の定着時間低下後、定着液を元に戻す現像液と同様に、定着液も各社から様々な処方が公表されている。また、現像液とは異なり、個人でも入手しやすい薬品を主に用いるので、調合だけでなくアレンジなどもしやすい。以下に主な処方を列挙するが、 最後に水を加えて、送料1 0 0 0トルするのは、現像液のそれと変わらない。使用後の定着液には、重金属の銀が含まれるため、そのまま下水道に流すことは、望ましくない。可能であれば、写真店や現像書を開始、処理業者に依頼するのが望ましい。それができない場合は、大量の水で希釈してから、下水道に流す。処理業者では、 排液から銀を回収した後、中和処理される。ありがとうございます。